皆さんおはようございます。美しい国、日本のためにの時間であります。今日は私たち日本にとって最も重要な国、アメリカ、この日本とアメリカとの本当の関係ということについてお話をしようと思っております。できるだけ私の考えや意見を入れることなく、冷静にですね、客観的に <laughs> えー、この日米関係というものを、まあ、できれば明確にですねできたらなと思っております。えーまあ、日米関係についていろいろな事実を述べる場合はですねやはり第次大戦終戦日本がアメリカを中心とした連合国に無条件降伏と いうことになりましてご存じのとおり翌音放送と言われますが天皇陛下が1945年の8月の15日、えー、日本の終戦を認めてそして国民にですね語りかけた、まあ、歴史に残る放送があるわけですがまあ日本は、えー 1945年8月15日をもってですね敗戦そして無条件降伏いかなる条件も受け入れると日本からの主張は一切しないという形でですね、まあ、終戦そして降伏ということになったわけでありますまあ戦後の歴史というのはまずはここからスタートするわけですね えー、そして国にとって最も重要なものはまあ国の柱となるとお言ってもいいと思うんですが日本国憲法おこの憲法がも最も国にとって重要なことですね、えー、あらゆるものの中心になる、えー、それがまあ憲法ですから日本にとってですね、えー、終戦後の日本にとって最も重要なものそれは憲法ですね。 えー、そしてこの憲法は1946年、つまり日本が敗戦してから1年後ですね、えー、に制定されたわけであります、えー。この日本国憲法が制定されるについてのいきさつは、いろいろ事実が公表されていますので、詳しいお話はしませんが、まあ、要するに <laughs>、 えー、今日でもマッカーサー憲法というふうに言われるようにですね、えー、日本に主権がなくて、えー、GHQ <laughs>、えー、マッカーサー総司令部ですね、連合国総司令部、えー、この、まあ、総司令官がですね、マッカーサー、ダグラスマッカーサー元帥ですね、えー、このマッカーサーがですね、えー の GHQ に日本の主権が移ったわけですから、えー、主権を持つ GHQ としてはですね、日本をどう統治したらいいかということでですね、えーまあ、その当治をする、日本を治める、えー、そのためにはですね、憲法が必要だということで、えー、この <laughs>、できたのが新憲法であり、マッカーサー憲法。なぜマッカーサー憲法かというと、GHQ で草案を作ってですね、草案というのは憲法の草案を作って、 そして形式的に日本の国会がこれを承認するということになっているわけですから、実際問題としてですね、憲法は GHQ が作ったと、特にマッカーサー元帥が作ったと言ってもまあ過言ではないわけですね。あらゆる点においてマッカーサーが主張する、そして日本の国会あるいは日本にはですね、 えー、憲法調査委員会と、憲法を設立するにあたってですね、その設立するための委員会が国会にあったわけですが、えー、この委員会の主張するものはですね、ことごとく、まあ、 受け入れられずですね、マッカーサーが主張する内容ということに決まったわけですね。これはもう歴史上の事実であります。従って、事実から行けばですね、えー、今日の日本国憲法、これはまあ、マッカーサーが作った憲法ですから、マッカーサー憲法とこういうふうに言われるわけであります。で、マッカーサーがですね、日本を治めるために必要な憲法を作ったわけですが、 あ今言うようにですね、マッカーサー、すなわち連合国のトップにいるう、うん、マッカーサーがですね、えー、マッカーサーの責任はあ日本をきちっと統治することなんですよ。日本に反乱が起きたり秩序が乱れたりですね、また革命が起きるとかですね、そういうような秩序が乱れるようなことのないように。で、しかもですね、えー、日本の国民があこれから先ですね、えー、自由を謳歌して豊かになり、経済もですね、豊かに発展すると。 おそのためにはですね、えー、どういう、えー、規約を作らなければならないかということをベースにですね、できたわけであります。がってですね、えー、財閥の解体とか農地解放とかですね、えー、そしてまたあこの民主教育、民主主義というものを基盤としたですね、えー、教育並びに、えー、制度。 を作るということですね。それから、まあ、最も重要なことなんですが、この憲法が制定された、1946年の時点にはですね、まあ、先ほど言いましたように、日本はアメリカの統治下にあって、まあ、アメリカというか、総司令部ですね、総司令部の統治下にあって、そして主権がなかったわけですから、この憲法というのはあくまでも <laughs>、 GHQ が日本を主権、日本の主権を持つ GHQ が、うんえー、日本を統治するために必要な要項が網羅されているわけですね。その中で、えー、最も重要なことはですね、えー、まあその前の憲法、明治憲法ではですね、えー、まあ天皇陛下がまあ、いわば、まあ、どう言ったらいいんでしょうかね。ある意味では神格化されている部分があったわけですね。従って天皇陛下、 は、人間であると。日本国民一人一人と同じですね、レベルの人間であるという考えはですね、全くなくてですね。えーまあ、えー、まあ、荘厳な立場とでも言いますかね。非常にどちらかといえば、深刻化された形なんですね。どういうことかと言いますと、天皇陛下の戸籍等本はありませんし、その一言をとってもわかる通りですね、国民ではないと。おまあ、 極端な言い方をすればですね、えー、人間ではないと。つまり、深刻化,化されたものであってですね、えー、荘厳な存在であるという、まあ、こういう、まあ、ことがベースになっていたわけですね。これが、まあ、明治憲法なんです。が、これをですね、改めまして、天皇陛下は人間であって、そして日本の国民総理のですね、象徴であるという、まあ、 有名な象徴憲法という言葉が生まれましたが、まあ言うなれば国民の象徴であるというふうにですね、えー、変えられた。これがまあ、あ新憲法の非常にまず第一ですね。えー、それから次はですね、まあいろいろ農地解放とか財閥解体とか、えー、つまりまあ日本の軍閥であるとか独占資本によって、あるいは地主によってですね、小作がまあ、 あ、支配されてるとか。まあ、いろいろ、民主主義という観点からするとですね、おかしい部分がたくさんあったと。おかしいというよりも、民主主義に適さない部分が多くあったと。これをですね、すべて直すと、財閥解体、農地解放、<laughs> それから制度の民主化という形になったわけですね。それから、これ、これこそ、最も重要なことなんですが、まあ、 国にとって一番重要なのは国民の生命財産なんですね、えー。国にとって言うならば安全保障ですね。これがもう一番重要なことで、国家は何のために存在するかといえばですね、えー、国民の安全保障のため、国民の生命と財産を守るため、一人一人の国民は自分の生命、財産を自分の力では守れない。ねえー、だから国家というその権力 <laughs>、 はい。えー,オーソレティと言いますが、これがですね、えー、個人の生命財産を守る責任があるということで、国家の存在意義に当たるのがですね、この安全保障なんですね。えー、そのためにですね、憲法第9条というのをマッカーサーは作りまして、戦争を放棄して戦力を持たず、それから敵国から攻撃されてもですね、抗戦してはならないと、抗戦権これを認めずと、 を言うんですが、えー、そういうですね、えー、安全保障については、日本を丸裸にして、戦力を持たず戦うことも禁止すると。つまり、殴られても殴り返してはいけないと。いうこと。すべて選手防衛といって守りだけだと。殴られても殴り返してはいけませんよと。 こういうですね、世界に稀に見るですね、憲法9条というのを、まあ、作ったわけですね。えー、まあ、いろいろ、日本の、まあ、に対して愛国的な思想を持っている方はですね、えー、マッカーサーに押し付けられた憲法だという方もいますが、まあ、あ意見は、なんであれですね、事実はあ、そういった戦争放棄の条項、憲法第9条を作ったということですね。 え、それはなぜかということは、これもマッカーサーが解説してるうううわけですし、まあ、別にマッカーサーのですね、事情でも読まなくたって明名白々ですが、え、当時はですね、アメリカ軍、つまりアメリカ軍が中心となった連合国に日本は軍事占領されてるわけですね。日本は、米軍。 え、がまあ中心ですから、あ名前は連合国と言いますが実際は米軍ですから、あ米軍にですね、えー、日本は占領されていたわけです。 ねえー、そして主権は GHQ にあったわけですから、日本の安全をですね、えー、日本の主権を持っている GHQ が日本の安全について責任があったわけですね。えーまあ、具体的に言うとですね、えー、日本のお安全のためにですね、米軍があ日本を占領していると。つまり、日本は米軍に占領されることによってですね、安全保障が保たれたと。 あるいは、米軍にですね、えー、生命財産すべてをですね、えー、任せやるとお。そして米軍からすれば、日本を占領していると。日本からするとですね、安全保障、命も何もかにも全部米軍にお預けしますという、こういうですね、まあ、双方からの考え方、見方なんですが、まあそういうもの、これが憲法第9条なんですね。えー、従ってですね、これは日本の占領下、つまり、 日本に主権がない時の状況ですから、まあ当然と言えば当然なんですね。えー、ところが1951年に、えー、講和条約が成立しまして、つまり、まあ喧嘩をしてた者が仲直りをしたという話ですね。講和条約。そうするとですね、GHQ から主権が日本に戻ってきたわけですね。 そうすればですね、当然のことながら、この米軍に日本を占領されてる、されてきたわけですけども、主権が日本に戻ればですね、占領体制というものは中止されなければならないというのは、これはまあ当たり前の話ですね。ところがですね、えー、実際はそうならなかったと。どうしてそうならなかったかということを引き続きお話をいたします。